大正時代に作られた機関がタイムスリップをしていくため、安全のためホーンを鳴らしていきます。銀行がここ小樽市にはたくさん立ち並んでおり、北のウォール街と呼ばれていました。今度は小樽港の様子が映っております。小樽港には大きな船がたくさん止まっています。実は運河は水深が浅いため、直接小樽港に入ってくることができなかったんですね。